待っているから、ずっと待っているから、早く迎えに来て。私はずっとあなたを待っている。
数々の難関を突破してきた職人、ついに今回は最終試験だ。つまり入団試験に移ることができれば、職人は晴れて騎士となれるのだ。国家のため、そしてロアリーナのために戦うという名誉を得るためにも、試験に合格できるよう職人なりはぜひとも頑張っていただきたい。では今回の試験内容について簡単に説明するとしよう。職人なりはこれから地の迷宮に入り、迷宮の最奥に存在するダムのガーディアを手に入れます。諸君のには先ほどその迷宮の地図を配ったので、特に迷うことはないだろう。だが迷わないからといって簡単に迷宮の中を進めるというわけではない。諸君らを待ち受ける数々の魔物しかり、行く手を阻むさまざまな罠しかり、その中で素早さだけではない、諸君らの強さ、知力、そしてロアフィーヌにその力を認められるということが何より必要とされるのだ。何によって神に認められたとするか、それは諸君らも当然分かっている。神に認められさえすれば、それはおのずと諸君らのものとなり力を与えてくれることだ。なれることを私は神に祈っている。試験内容に関しての説明は以上だ。ではこれから不正を行った者の処置について。明日、これを。お前がもしもそういう運命にあるのなら、きっと導かれるはず。
導かれし者よ。なお。我に名を与えよ。名を我に与えよ。さすれば ルー？ ルー？ ルー？Mm-hmm.